こんにちは、日刊カップルプーモグです。5月2日朝5時30分、私たちの太る朝が始まりました。まずは歯を磨いて目を覚まします。お湯を沸かしている間に一日のスケジュールを立てます。太る朝の習慣は韓国人彼氏のプーさんと一緒に始めました。朝いつもより1時間から2時間以上早く起きて自分の時間を持つことです。何飲む？アイスワイン。太る朝と名付けてくれたのはプーさんです。掃除。私たちは会社員ですが、一日の時間のほとんどを会社のために使っていて、自分のための時間が取れていないことに気づきました。そして朝、仕事に間に合うような時間ギリギリに起きて、焦って用意して朝ごはんは抜いて駅に向かうのも気分があまり良くないと思っていました。そこで試しに太る朝をしてみたら、自分のための時間を持つことができて、気分もすっきりして一日を始めることができました。以上。では自分の時間持ちましょう。太る朝を始めたきっかけは、プーさんがミラクルモーニングと言われる習慣を教えてくれたからです。アメリカ発祥のミラクルモーニングは、瞑想や運動など朝にするべき6つの項目がありますが、その中には私たちにとってあまり効果が感じられなかった項目もありました。なので私たちは私たちなりの方法で私たちの夢を叶えるための時間を持とうと思い、太る朝と呼ぶことにしました。太る朝を始めて、起きた瞬間に SNS を見ないということを心がけています。 SNS は見始めるとベッドの中で一気に時間が経ってしまうので、麻薬だと思います。今は自分のためだけの時間を取った後に SNS を見るようにしているので、前と比べて効率的に時間が使えていると感じます。温かいお茶を飲みながら、この日プーさんは読書、私はブログを書きました。1時、これ朝の時間終わり。朝ごはん作ります。イエス。集中するとあっという間ですが、1時間自分の時間を持つことができました。たった1時間ですが、1週間で7時間、1ヶ月で30時間を自分のための時間として使えます。アボカド、やばい。うん、やばいね。やばいアボカドです。死んでる。
朝ごはんです。はい、チーズ。じゃあ持って、いただきます。おはようございます。 NHK 今朝のニュースです。午前6時現在、各地の高速道路も目立った混雑や大きな渋滞は発生していないということです。夜寝る前には朝計画したスケジュールが実行できたかを確認します。何ができて何を明日やらなければいけないかが分かります。やったお風呂で。インスタグラム書いてアップしてUNEXT入るはできなかったね。いらないよね。いる。はい、終わり。私は今日朝読書本読んで、以上、今日は全部やりきれました。拍手。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日もよろしくお願いします。はい。寝ましょう。はい。今日は5月3日で、今は6時9分ぐらいになりました。今日何飲むの？お茶。5月3日日曜日で、朝、今日も頑張って、はい、今日は水道料金をコンビニで支払うため運動も兼ねて朝早く自転車で出かけます。今6時55分です。家の近くにある公園に行きました。公園に来ました。こんな感じの公園、広い公園です。今日の目標の一つは掃除です。帰宅して朝ごはんの唐揚げができるのを待ちながら掃除をします。どう？これでやって、これを中に入って、終わった。太る朝を始める前は朝ごはんを食べませんでした。しかし今は朝早く起きることで時間に余裕があるので朝ごはんをしっかり食べられます。わわ、美味しい。ヘルシー。今日もいい一日のスタートが切れました。今は10時17分です。私たちにはそれぞれ今年1年の目標や2人で叶えたい夢があり、それを叶えるために太る朝をしています。1日1時間から2時間、コツコツとですが積み重なって365時間分自分に投資して、1年後その目標や夢が叶っているか楽しみです。はい、以上、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。寝る。おやすみ。おやすみなさい。